ようございます。朝の8時です。今日は新しいことに挑戦しようと思います。本日24時間ポーカー飯縛りです。イエーイ。今日は丸一日食べるものすべてポーカーのものと決めたので、いろんなポーカーセンターを回ったり、いろんな植物じゃない、いろんな食べ物を紹介しようと思います。ポーカーは多民族、多文化国家の象徴であり、去年の2020年12月にユネスコの無形文化遺産に認定されました。ユネスコの世界遺産っていうのは2015年に認定されたボタニックガーデンなんですけど、世界遺産はその植物園だけで、無形文化遺産はこのポーカーだけです。朝ごはん食べに来たポーカーはタンジョンパガーのフードマーケットかな、確かそういう名前だったと思う。ポーカーセンターはだいたい1階がマーケットで、2階に屋台の食べ物がたくさん並んでるので、2階に行ってきます。フィッシュボールヌードルスープとマイロダイナソーっていうミロの粉が上にかかってるアイスココアみたいなドリンクです。すごいパニック。フィッシュボールヌードルスープは朝食の定番ですね。こういうフィッシュケーキ、かまぼこのような練り物とか入ってんで、お気に入りです。うん、うん、これがそのフィッシュボール、まん丸です。でヌードルは注文するときにクイティアって言ったので、平べったい麺を選びました。美味しい、もちもちチュルンって感じ。フィッシュボールヌードルスープとかフィッシュスープって魚介の旨味がスープに染み出てるから好きなんですよね。朝食だと結構揚げ物だったり炒めた麺食べる人が多いんですけど、あれかなり脂っこくて、一日中私だったら胃もたれします。だからスープ系を頼むことが多いです、朝だったら。ここのスープはとても具沢山で、このようなフィッシュダンプリング、餃子までついてきます。餃子っていうかワンタンみたいなものだけど、あと上に乗ってるのがこういったお肉とか野菜です。もやしもあったこれぐらいのサイズなんですけど、いくらだと思います？3ドルです。約250円。もう財布に優しい。ドリンクもローカルに人気のマイロダイナソーっていう、もはやおやつみたいなマイロと氷が中に入ってて、上はそのマイロの粉がトッピングされてるので、砂糖オン砂糖、カオスだよここ。粉がかなり甘いです。でも奥の方行けばそんなに甘くないかな。使ってる牛乳がローカルの牛乳だなって一発で分かる甘さと、ちょっとした化学っぽい味ですが、ローカルのバブルミルクティーこのフィッシュボールとか練り物を普通にスーパーで売ってるので、自分でこういうスープを作ることができます。タンジョンパガ駅から徒歩5分のかなり広い50店舗以上揃っているポーカーセンターです。周りにカフェとかおしゃれなレストランがたくさんあるんですね。だからここはあまり観光客のメジャーな場所ではないかもしれませんけど、これから会社に行くっていう人たちが朝ごはん食べてたりすることがあります。このポーカーは1977年に建てられて、2014年にリノベーションを一度したらしいです。だから割とポップなカラーで、中も綺麗でした。朝から自分の好きなものを食べれるって最高。あ、言い忘れたけど、このドリンクは2ドルでした。スープもしょっぱすぎず、ちょうどいい味です。これはいいところ見つけちゃったかも。では次、こちらはニュートンホークルセンターで、今回はお昼ご飯食べに来ました。イエーイ。ニュートンホーカーセンターといえば観光名所だと思うんですけど、オーチャードの近く、都心の方にある大きい
コーバーセンターなのでちょっと珍しい方かもしれない。でも値段は少し高めの設定になっているので、どちらかというとローカルの人よりかは観光客が来るイメージです。クレイジーリッチエージェンスっていう映画にも登場してきたので、その映画を見てね、シンガポールに行きたいっていう人たちはここに来る可能性も高いと思います。では早速何か注文してみましょう。これ美味しそう。ここいつも並んでる。注文終わりました。私はチャーハンとミックスベジタブル、ミックスじゃないわ、普通の野菜ですね。で、まなみちゃんはザックライス。ザックライス飲みました。もう初めてフォーカーに来たっていうことでね、ちょっと初心者向けのフォーカーに今日は来たんですけど、はい、野菜の方が5ドル、チャーハンが6ドル、私のは5ドル。5ドル、5ドルで、ライムジュースも頼んだんですけど1つ2ドルでした。いただきます。私もいただきます。うん、酸っぱ。あ、でも舌が甘い。あ、砂糖を先に入れてると思う。うんうん、種が、うん、おいしい、うん、味めっちゃ濃そう。見た目ほど濃くないけど、なんか味付けしてあるそりゃそうだ辛くはない。辛くはない、うん、けどスパイスはね。私のチャーハンもチャーシューがみじん切りに入っててカリカリしてるのが美味しい。でもまなみちゃんはシンガポールで知り合ったサマージミと言っていいのかな、うん、結構長いこと、長い長い長いこと友達させてもらってるんですけど日本から帰ってきて、うん、隔離終わって、そうフォーカーでシンガポール味わうことをやってます。塾はいつだろう、小6とか、うん、じゃあそっからずっと一緒だもん。本当、あ、そうだよ、ね、その後空手だインター、うん、浮いてたから。浮いてた、2人で浮いてた。日本の受験コースの塾に2人で通ってて、日本人学校じゃないからめっちゃ浮いてたって話。全然話ついていけなかったね。なんか学校の話、流行りとかわかんない。そうそうそう。こちらのアパタイザーじゃないけど野菜も頼みました。本当に野菜不足になっちゃうから、ちょっとソルティーだけど、ニンニクの香りとかいろんな味がする、うん、よくなんか中華とかじゃない？あ、あるある、これとお豆腐とか、うんうん、看板にクレイジーリッチエージェンスハーフフードって出てたから、もう本当に観光客に合ってる。どうですか今のところフォーカーは。うん、美味しいです、楽しい。でこのジュースめっちゃ美味しい美味しいよね。ね、美味しい。種がなんかこうカリーちゃんみたいによく知ってる人と行くならいいけど、あ、ちょっと全然知らないから。あ、そっか、それで行くのちょっと抵抗感がある。こんな感じでニュートンフードセンターではチャーハン、ベジタブル、ダックライス頼んでみたんですけど、意外と美味しいです。普通にどこでも食べれるようなものでした。場所とこの外観楽しみたい方にはおすすめです。では次、こちらはイーシュンパークフォーカーセンターです。イーシュンまで来ちゃいましたおやつと言いますか、なんていうの、スナックタイムにしようかなと思って、ちょうど後ろにおしゃれな場所がありまして、そこで何か頼もうかなと思います。抹茶と小豆のパンケーキ頼みました。こういうパンケーキとかワッフルって人気ですよね。おやついただきます。生地がネチョネチョレベルにもちもちで、半生かと思うぐらい。でもすごくしっとりしてて美味しいです。であんこも日本のあんこじゃなくてローカルのあんこです。完全にでも美味しいよ喉渇いたのでアップルジュースも頼みました。グリーンアップルジュースフレッシュの 3.3 ドルです。ちょっと高いね。いただきます。多分砂糖入ってないからかそんなに甘くないです。本当はかき氷とかもっとローカルのデザートを頼もうと思ってたんですけど、なんか今日閉まってるお店が多くて、月曜日定休便やってる場所多いのかしら。自動でトレイ返却する場所だったり、扇風機もしっかりついてて、とても過ごしやすいホーカーセンターです。すいません、リップついちゃった。
プルジュースゆっくりいただきます。次、残りは夕飯。今はジュロンイースト付近のハッピーホークレスという方向に来てます。時間が経つにつれめっちゃ顔が疲れてるかもしれない。私はハッピーホーカーで名物知らなかったので適当に頼みました。食べたいもの、小籠包6つで5ドルとバンミエンっていう麺ですね。板のような麺と書いて平たい麺。これは1杯 3.5 ドルでした。麺からいただきます。だん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 豪華になってきて絶対お腹いっぱいになる。上に乗ってる魚のカリカリがいい歯ごたえ。ソースが下にあるのでまた凝る感じで食べてきます。これはそんなに味が濃くなくてまろやかな麺です。こういった麺です。こういう時にねフードコーディネーターがいたら綺麗に取れるんですよ。朝食べた麺は多分お米でできてるからもうちょっと柔らかいのでジュンっていく感じだったんですけど、これは小麦粉でできてるので歯ごたえのあるもうちょっともちっとしてる感じです。今更消毒します。でスープはタダでついてくれるんですけど、何のスープだろう。あ、お魚だ多分。うん、美味しい。すごい目立つところにカメラ置いてるからちょっと恥ずかしい。小籠包いただきます。溢れる肉汁が美味しいんですよ。ここの皮はちょっと分厚めかな。でも美味しいです。今日はなんだか豪華だけど特になんもないです。ポーカーで食べ物食べてポーカー飯紹介するって言ってもド定番のものしか食べてないから、あれこれ紹介になってるのか、ただベーシック中のベーシックのものを私は食べてるだけなのか、すごいなんだろう罪悪感と私は役目を果たしてるのかってなりました。好きなものを食べてるだけなんですけど、日本でもあるよね小籠包なんて。もうちょっとパンチの強いもの頼むより良かったかな。今日はずっと糖質ばっかりとってるから本当に一日中眠いです。引き続きゆっくり夕飯を楽しみます。次、最後に梨いただきます。胃袋無限かもしれない。梨半分で1ドルでした。いただきます。塩水につけてあったからかちょっとしょっぱいけどみずみずしいです。そんなに甘くないかな。美味しい。もうジュースはいいかなと思ってフルーツ買っちゃいました。脂っこい食べ物はもちろんですけど野菜のスープとかフルーツもたくさん売ってあるのでヘルシーに行きたい方は全然ヘルシーに食べられます。進む。いやーよく食べたわ。いつもの 2,3 倍は食べたんじゃないかな。どうでしたか私の1日の食事ポーカー編。私は楽しかったです。と言っても斬新なことをしたってわけではないんですけど、行ったことないところに行ってみたり、あんまり外食しないんで雰囲気も楽しかったです。ポーカーは食事どころなんですけど、シンガポールの間ではそれ以上のものがあります。世代をまたぐ国籍が混じり合う交流の場所です。その手軽さと提供される料理の豊富さ、朝から夜まで時間問わず人々を引きつけるポーカーの力をユネスコは評価したそうです。ポーカーは地域によって名物も違いますし、それを旅にはるばるはるばるって言ってもまあシンガポール狭いけどその地域まで足を運ぶ方もいらっしゃるので、本当に人と人をつなぐ場所だなと実感しました。私もこうやってシンガポールの
食文化、シンガポールの多文化自体の魅力を伝えることができればいいなと思っております。別にアンバサダーを目指してるわけでも何でもないけど、今日使った金額はちょっと計算したくないんですけど、多分30ドル超えちゃったかもしれない。しかも激安のところを回ってないんで、特に値段は決めずに食べたいものだけ食べちゃいました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ではまたバイバイ。